台湾第2原子力発電所とは台湾に北四万陸にある台湾電力が運営する原子力発電所である。地名をとって国製発電所とも呼ばれる。経済発展に伴い台湾第1原子力発電所に続き1975年台湾北部に着工された原子力発電所。台湾の他の原子力発電所と同様に2基が建設されている。 台湾第一原発と同様に、原子炉がゼネラルエレクトリック、発電機がウェスティングハウスエレクトリックにより製造された、沸騰水型原子炉。ただし、形式は異なっており、マーキーではない。台湾の中心都市台北市の北 23km に位置しており、第一原子力発電所よりさらに大都市に近い。98.5万キロワット級の沸騰水型、原子炉2基を持ち、 現在稼働中の台湾の原発の中で最も大きな規模を誇っている。使用済み燃料棒の貯蔵数も第一と第三原発の合計数に匹敵しており、台湾において最大である。2012年3月に構造物を直接に基礎に据え付けるためのアンカーボルトのうち7本が断裂するという重大な事故を引き起こしている。2号機は 2016年5月に施設故障が発生し、大規模な改修工事を行っていた。2018年1月に工事が完了し、3月に行政院原指導委員会に再稼働の認可を受け、運転開始したものの自動停止した。2018年6月5日に再稼働し、17日からフル稼働に入った。ありがとうございます。